こんにちは、思考スパイス研究所です。今回はアートの世界です。新表現主義の代表として有名なジャン・ミシェル・バスキアについて紹介したいと思います。なぜバスキアが有名なのか、彼の作品の評価されている点はどこなのかを彼のプロフィールとともに紹介します。それでは内容に入ります。まず簡単にプロフィールから紹介したいと思います。名前はジャン・ミシェル・バスキア。アメリカのニューヨークで作品の制作を行っていました。1960年に生まれ、1988年に亡くなります。27歳とかなり若い死でした。初期はストリートに描くグラフィティアーティストでしたが、その後はすぐアトリエにてキャンパスや身の回りのものを使い作品を制作するようになりました。美術様式としては新表現主義というジャンルになります。この新表現主義というのは70年代後半のミニマルアートやコンセプチュアルアートが主流で、誤解を恐れずコンセプチュアルアートを簡単に説明すると、絵を描く技術などよりも思想や観念を重視したアートで、美術館に見に行ってもそのコンセプトを理解するのに眉を潜めながら見るようなものが多いです。その美術の流れに反発してできたのが感情や物語を重要視し荒々しく描く新表現主義です。次はバスキアの誕生から死までを時系列で追っていきます。1960年にニューヨークのブルックリンで生まれました。父はハイチからの移民で、母はプエルトリコ人です。1968年8歳の時、自動車の交通事故に遭い脾臓を摘出します。この時に親からグレイの解剖学という本をもらうのですが、後の作品にかなり影響しています。1977年、17歳、荒れ切ったニューヨークでアル・ディアスと共にセイモという名でストリートでグラフィティを始めます。セイモとはセイム・オールド・シットの略だと言われています。この当時から社会風刺や体制の批判などがテーマに文字を多用し描かれていました。1978年18歳、レストランでアンディ・ウォーホルと出会います。この頃家出中のバスキアはポストカードを売り生活費を稼いでいました。1979年、19歳、セイモが解散します。そしてかなり音楽への興味があったバスキアはバンド結成をします。グレイという名前ですね。この頃からクラブに出入りし始め、クリエイターとの人脈を形成していきます。1980年、20歳、タイムズスクエアショーにて作品を発表することになり大成功。70年代に主流だったコンセプチュアルアート、ミニマルアートに代わる新表現主義を牽引する新鋭となります。この頃からアンディ・ウォーホルと親密になりました。また名声、お金をこの時期に共に得ることになりました。1983年、23歳、ビエンナーレに出展し、その後ウォーホル所有の建物に移りアトリエを移転します。1984年、24歳、当時コラボレーション自体が挑戦的な試みであった中、アンディ・ウォーホルとコラボし作品を発表します。しかし酷評を受ける結果となってしまい、アンディ・ウォーホルと疎遠になっていきます。1987年、27歳、アンディ・ウォーホルが死亡します。親友であり相談相手であったアンディ・ウォーホルを失い、ショックを受けヘロインへと逃げてしまい、オーバードーズで死亡してしまいます。このように若いうちから大成功を収めスターとなったバスキアでしたが、内面はかなり繊細で脆い人間でした。次はそもそもなぜバスキアが有名になったのかを説明します。簡潔に言うと、画廊が戦略的に押し出したのが大きいと言われています。ちなみにこの頃の日本はバブル期に入り経済が活発でした。グラフィティ出身の黒人アーティストでイケメンと話題性があったバスキアは、その戦略のプッシュ人物となったのですね。それにバスキア自身も乗りました。もちろん実力があってのことです。またキース・ヘリングとの出会いやアンディ・ウォーホルと行動を共にしていたこともあり、人脈が一気に広まったことも手伝ったと言われています。しかし生きている間から今ほど評価されていたわけではありません。70年代後半はより難解なものを良しとする流れがあったため、荒々しいバスキアのような作品は極物として扱われていました。死後は新表現主義のアーティストの評価は下がる一方でしたが、バスキアの作品は
ただ荒々しいだけでなく、絵の中に数々の社会問題や感情などがかなり綿密に計算されて秘められていることが見直され、今の地位があるという流れです。死後に価値が高騰したのは、他の画家とは違い、先ほど説明した部分が現代美術として認識されたことが大きいということです。次は、バスキアの作品を読み解く上で重要な部分について説明していきます。まず、キーワードを3つ挙げます。1つ目は、人種差別などの社会問題。2つ目は、文字。3つ目は、アンディ・ウォーホルについてです。1つ目の人種差別について。バスキア自身が黒人ということがあり、作品には80年代初頭の黒人社会への暴力、偏見、差別への関心が作品に大きく表れています。ハンク・アーロンやモハメド・アリ、ジャック・ジョンソンなど、バスキアは黒人のヒーローとしてアスリートやミュージシャンを題材に描くことが多数ありました。また、音楽への興味もものすごく、自身もバンドを組むなどしており、ジャズのチャーリー・パーカーもモチーフに描かれていました。他にもエイズなどの黒人のみならず様々な社会情勢を取り上げた作品が多数あります。続いては文字についてです。バスキアの作品には文字や記号が描かれていることが多数あります。当時文字を絵の中に入れる画家はいましたが、手書きで絵の中に直接描くスタイルは珍しいものでした。文字は断片的で上から線で消されているものもあります。先ほどの黒人差別への関心も文字として現れている部分が多く、バスキアの作品を読み解く上で重要なものとなっています。最後はアンディ・ウォーホルについてです。日本でも知名度の高いアンディ・ウォーホル、マリリン・モンローの絵などが有名ですね。親と子ほど年齢は離れていますが、人柄、作品、名声、人脈などを含めかなり尊敬していました。アンディ・ウォーホルに連れられてクラブで人脈を作ったり、行動を共にする機会が増えていき、悩みも話すほどの仲になっていきました。また、自分の作品にも多大な影響をもたらしています。しかし、コラボレーションの酷評によって、徐々に溝ができ、疎遠になっていきます。そして、アンディ・ウォーホルの死をきっかけに、頼れる人がいなくなり、バスキアはヘロインへと逃げていき、死亡してしまいます。アンディ・ウォーホルという存在が、アーティストとしても、信頼できる人間としても、一番大きな存在になっていたことは確かでした。それではまとめに入ります。一見作品だけを見ると荒々しく原始美術的にも見えますが、その中にはかなり繊細なバスキア自身の内面が出ています。また何枚もの絵を同時進行で横断しながら描いていたため、社会問題や黒人差別など作品の中に込められているものは文字や記号を解読しても正解というものがなく、いまだに様々な解釈がある状態です。バスキア自身の人生も含め、ここまで魅力的なアーティストはほとんどいないでしょう。日本では現在バスキア展が開催されていますので、ぜひ実物を見て自分なりに解釈してみてください。アーティストの過去と流れを知ることにより、作品への理解度が高まり、感じるものも増えるでしょう。最後に、もっと詳細が知りたい方に向けて、バスキア関連の映画を紹介しておきます。動画をご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではアートやデザイン、心理学や思考法など人生が豊かになる動画を週に3本程度上げていきますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で。